ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。ぜひこの旅行動画にコメントと高評価、チャンネル登録をお願いします。小豆島編第4話お届けします。現在地は小豆島のオリーブビーチです。とても残念ですが天気がどんどん崩れていくということで、今回はフェリーに乗って高松市内に入るまでをお見せしたいと思ってます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速今回の旅も始めたいと思います。そうしましたら、この 50cc バイクをお借りした小豆島安全レンタカーさんまで無事故無違反で安全確実に返却してこようと思います。早速出発です。小豆島安全レンタカーさんにバイクお返ししてきました。バス停がすぐ近くにあるんで時刻表を確認したいと思います。小豆島編の第2話で一泊させていただいたビジネス民宿マルセさんの近くに銀四郎さんっていうそうめんのお店があるんです。オリーブそうめんが評判いいらしくて交渉はします。そうめんをいただいてから高松へ出発しようと思います。今だったら空いてるから撮影 OK ですよということで許可もらいました。今から銀四郎さんの美味しいオリーブそうめん食べに行こうと思います。やったー、やりました。しかも自力でここまで戻ってきましたから都農省のターミナル見えてます。見えてきました。慶長年間伝承小豆島手延べそうめんの里銀四郎さんです。メニューはこんな感じになっております。オリーブそうめん700円、大盛りは200円だそうです。全然リーズナブルだな。そして、いよいよ店内へ。お食事処銀四郎さんの店内はこんな感じでした。ここまで来たら、初志貫徹。迷いなく、こちらを注文。オリーブそうめん大盛り900円税込み。たくさん歩いたので、早速いただきます。このオリーブそうめん、お店の方によると3段階の楽しみ方があるそうで、銀四郎さんが勧めるおすすめの食べ方、その1、何もつけないで食べる。やっぱり違いますね。普通のそうめんだとつゆがないと物足りないですけど、これそんなことないですね。ケンさん、言語ムールで最優秀取るだけのことあります。銀四郎さんが勧めるおすすめの食べ方その2、めんつゆをつけて食べる。おつゆが入るとまたさらに変わりますね。オリーブの味がこうさらに引き出されていく感じしますね。おすすめの食べ方その3、ガーリックオイルを2、3滴足して食べる。入れすぎた。椎茸の味が加わってまた一段と美味しさが変わる。3段階の味の楽しみ方がありますよって考えた人すごいですね。最高です。こうしてお腹も心も満たされた僕は感謝の気持ちをお伝えしてお店の外へ。美味しいオリーブそうめん大盛りでいただくことができました。僕の悪い癖で家族に見せたいという嘘をついてしまって入ったんですけど、そのうち YouTube やなってことがバレてしまいまして追い出されるんちゃうやろうか思ってビクビクしとったんですが、逆にあったかく迎えてくださって、もちろんそうめん美味しかったんですけれども、僕の映像制作に取り組むマインド、人の役に立つような作品を届けていきたいというところに共感をしていただいた感じで受け入れてくださったので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今回できなかったことたくさんあります。47都道府県すべて巡る旅もまだ途中です。それが一段落ついたらまた小豆島足運んで、今度はベーシックなそうめんを食べに行こうと思いました。そうしましたら天気も良くありませんし、
フェリーターミナルすぐ近くにありますし、ぼちぼちと高松行きのフェリーの乗船券を買って次の目的地高松に向かいたいと思います。フェリーが一隻入ってきましたね。ここがフェリーの切符売り場です。さあ高松行きの切符を買っていきましょう。雨も降ってきましたし、高松岡山宇野手島行き切符売り場入ります。フェリーの乗船料こんな感じになってます。やっぱり700円はしますね。ゲットしました。高松行きの乗船券、10分後に乗船開始だそうです。高松行き16時30分発だそうです。この第一小豆島丸ではどんな旅行体験ができるんでしょうか。ワクワクしております。なんか乗船できるみたいです。客室地です。塗装したてなのか、シンナーがプーンと匂ってます。ここが客室です。売店もあります。雑魚寝できるスペースあります。選手側の方に自動販売機あります。あまりで見づらいですが、下船口こっちです。ここがお手洗いです。今のうちに展望デッキ見ておきましょう。展望デッキどうなってるかな。お、フェリーの展望デッキからだと太陽の贈り物こんな風に見えてます。テーブル席もあるんですね。そうそう、尻尾です。港からどんどん離れていきます。ちょっと気が早いですけど買ってきました。アポッシュで販売していきます。角屋のごま油の工場だんだん遠ざかっていきます。今カメラが向いている方が進行方向です。こうやって四国に向かっていくんですね。今オリンピアドリームっていう船とすれ違ってます。そろそろ下船の準備をしたいと思います。雨がひどくなってきました。高松の文字が見えてきました。
から高松駅まで歩きます。高松に着いてみたら雨でした。ここから最終目的地立林公園の最寄り駅の立林駅に向かいます。高松駅の連絡通路へ続くエレベーター乗りました。高松駅こっちです。高松も結構大きな町だな。あの JR ホテルクレメント高松という建物の中に高松駅あるみたいです。雨の中を歩くしかないのかなと思ったんですが、助かりました。あとは高松駅の改札を抜けて立林駅に向かうだけです。高松駅到着です。こちらに駅名表を出しておりますけれども、フェリーと電車を駆使して最終目的地立林駅に到着しました。どうだったでしょうか。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひチャンネル登録お願いします。天気の方が心配なんですが、予定通りであれば次回小豆島編第5話立林公園に足を運びます。どうぞお楽しみに。それでは最後までご視聴ありがとうございました。